夜の8時くらいですかね。ちょっとここでご飯食べたいと思います。高島屋ですね。いきなり店に入ります。なんか体温検査ありました。止められました。測ってくださいって言われて、何も言わんと止めに来るから何かなと思いました。これはまあ1階はどこの百貨店も一緒ですよね。化粧品売り場です。ちょっと上の6階かな7階ぐらいになんかすごい美味しい洋食屋があったんですよね。前にそこでカレー食べてすごい美味しかったんで、ちょっと食べたくなって今日来ました。まあ食べるとことだけが目的で、あとそれ以外は何もないんですけど、まあ地下のデパ地下みたいなところでたまに惣菜買って持って帰ったりもするんですけど、これは婦人服の会ですね。ちょっとお腹空いてるんで余計なことを取らずにいきなり店に行きたいと思います。なんかこの間友達から聞いて、この高島屋の中に前にあの名都城に入ってた漫画喫茶があるみたいですね。でも日本だと考えられないですよね、百貨店の中に漫画喫茶って。前になんかライズアップもあったんですよね。日本とか百貨店の中にライズアップとかありますかね。なんか普通なさそうな感じはするんですけどね。こっちもアパレルの店とかですね。まあなんかこの高島屋も何年か前に一回閉店するとかいう話があったんですけど、結局続けましたね。あ、そうそう、ダイソーもこれあるんですよね。これここちょうどダイソー。日本だと百貨店の中にダイソーなんてないですよね。あとはなんかこういう日本館っていう日本のものが売ってる、まあさすが日系の百貨店ですよね。割と私でもこの高島屋好きですね。あんまり人が多くなくてですね、ゆったりできるし、本当日本の百貨店って感じですね。あの大丸百貨店、あそこの南京トンルーとか伊勢丹よりも高島がなんか一番好きですけどね。あ、ちょうどこの階7階ですね。ここにとんかつ屋があるんですけど、ちょうどこのとんかつもなかなか美味しいですけどね。普段いつもここでなんか特売みたいなのやってますね。今もやってますね。日本のものがなんか売ってあって、私も全然最近日本帰ってないから日本の買ってきたものがもうなくなってしまってますけどね。ちょうどここですかね。そんな混んでないですね。というか全然混んでないですね。ここで食べましょう。あれ、コロリって百貨店のここに入ってるんですね。この居酒屋も結構美味しいですね。別の場所にあった時よく行ってたんですけどね。いいべ、うん、日本のファミレスみたいな感じですね。スープとかも、あとハンバーグ、ハンバーグもいいですけどね。あとステーキもいいっすわ。野
安いですね、しかもステーキとか。ハンバーグ。前私食べたカレーがすごい良かったんですよね。スパゲッティでしょ。カレー、どのカレー食べたかな。すごい肉がいっぱい乗ってるカレーがあったんですけど。お子様ランチはまあいいですけど、あとはなんかシークとかもありますね。あとはパフェとか。本当日本のファミレスですねこれ完全に。あれ前になんかすごいでかい肉が乗ってるカレーあったんですけど、今ないっすね。どうしようかな、ハンバーグ、肉でもいいっすけど。なくなってるな。すごいなんかでかい豚肉のったあったんですけど、オムカレーにしようかな。オムレツカレーとあのバニラシェイク頼みました。あんまり甘いの食べてどうかなと思ったんですけど、まあ今日は特別です。なかなか美味しいですね。なかなか美味しかったです。なんか部屋の匂いのやつですから、ね、石鹸とか。ただなんか日本の製品じゃなさそうですね。なんか海外でどっかですよね。この辺は日本のものです。安いんか高いんか分かんないですけど。まあ外行ってちょっと外歩いてみましょう。高島屋のすぐ横にはなんかこういうオフィスビルが今できてるんですね。もう出来上がってるみたいですね。電気ついてますもんね。こんな夜遅くに仕事してるんですかね。ちょっと特に目的はないんですけど、ちょっと郊外のとこ行ってみましょうか。夜これ何ですか。なんか果物売ってるな。ああ、パイナップル。すごいな。まあ本場はシールですね。向こうにそういえばあれですね、地下鉄15号線の本場はシールの駅ができてます。後でちょっと行ってみましょうか。ほらマーナオンルーですか。マーナオンルー見えるかな。いやもうなんか暑いっすね。冬の服着てきて
失敗しました。すごい暑いです。もうすぐ5月ですもんね。これアレキサンダーってなんかヨガ教室かなんかですよね多分。ちょっと明日こそはジムに行かないと。最近あんま運動してないですね。なんかワクチン1回目打ってしばらくしてからめちゃくちゃ体調悪くなったんですよね。あれワクチン関係ないと思うんですけど、すごい下にあれ口内炎ができて、でかいのが病院行ったりして、もう来週もまたワクチン2回目打つんで、あんまり運動して免疫下げるとやばいなと思いながら。すごいでかいジムっていうかあれですね。用事なかったんですけど、なんかあのカレーが食べたくて、すごい上になんかでかい肉が乗ってたんですけどね、今日なかったですね、そのメニュー。なくなったんかな。前口内炎、そうできまだ治りかけの時、痛みこらえながら食べたんですよね。ちょっと生ぬるい風が吹いてますね。これここが結構広いですね。今私いるのここなんで、こっち行くとグーベルですね。ちょっとこっち行ってみましょうか。あれこれ昔はよく来てたんですけど、最近あんまり来てないか。バーができてるんですね。結構でかいバーですね。でもなんかここの、マンションの下、これ全部マンションなんですけど、この下の飲食店はなんか火が使えないから、あんまりちゃんとした飲食店なかなかやりにくいって聞いたんですけどね、まあ、バーとかだったらいけるんですかね。この辺になんか日本のスーパーがあったんですけど、行き過ぎたかな。あ、ここですね。新鮮館とかっていうスーパーですね。私も一時期グーベに住んでたことはあるんですけど、もっと向こうの方ですけどね。なんかあんまり、すごいなみんな、これ日本だったらコロナで無理ですよね、こんな集まって騒いでたら。みんなワインとか飲んで、すごいな。とかなんか私の予測ではワイン飲むようになると売酒が売れなくなると思ってたんですけど、そんなことないんですよね。売酒は売酒でまだ売れてるみたいですね。エッセですかこれ。すごいな。なんかちょっと本当生ぬるい風ですね。全部マンション、
何棟ぐらいあるんですかね、マンション。50棟ぐらいはありそうですよね、この位置だけで。50棟で済まないか。100棟ぐらいあるかもしれないですね。巨大な街ですよね、これ一つが。まあ、あの、向こうの一機と比べたらだいぶ新しいですよね。ただまあ、イーディールーの駅、見ても大したことないですけどね、地下鉄の駅なんで。入り口があるだけで。私が住んでた時はまだなかったですね、15号線は。15号線は向こうの方にありましたけど。この辺にも日本人向けのバーみたいなのがありましたね。すごいな、みんな外でなんか飲んだり、こっちもテラスで。これもバーですよね。バーだらけですね、これ。まあ割とバーは開業しやすいんですかね。まあ利益率はめちゃくちゃ良さそうですよね。水商売っていうぐらいなんで。いやー、でもこの間あのガーファム、Facebook、Amazon、Apple、Google、決算出ましたけど、利益率すごいっすね、みんな。Facebook とかの利益率めちゃくちゃ高いですね。何ぼか忘れましたけど、増収、売上の伸びもすごいし、利益率も高いし、儲かりますね、ああいうプラットフォーマーは。暗いですけど、こんな感じですね。あそこにあとなんかイージーカルフールができてるんですよね。ちっちゃいカルフールが。ダンスしてる人いますね。みんなすごいな、外でなんかこう夜楽しんでるって感じですね。グーヤンルーの方行ったらよかったですけどね。グーヤンルーもう今何も店ないですからね。まあ行っても面白くはないですけど、昔のグーヤンルーいっぱい店あった時を知ってる人見ると多分ちょっとびっくりすると思いますね。ちょっと15号線の駅のとこ行ってみましょうか。まあ、15号線からローシャンガンルーに行って、そっから中山公園行って家帰ってもいいですけど、自転車で行ってもいいですけどね。夜に自転車乗るとあれですかね、危ないですかね。あんま考えたことなかったんですけど、自転車乗ろうか、これ。いけそうですね。たまに電波がなんか悪いのか、99% から動かないですね、これ。あれ、おかしい。
うちの携帯がちょっとさっきまで VPN つけてたから調子が悪いかもわかんないですね。ダメっすねこれ。なんででしょう。 99% から動かなくなりました。仕方ない、ちょっと歩きましょう。このマンションですね、このすごい光の、ここに住んでる日本人で聞いたことないんですけど、すごい高そうですねこのマンション。じゃあさっきの2機のとこですね。もう一回あそこの自転車試してみましょうか。多分ね、自転車が悪いんじゃなくて私のスマホが悪いと思うんですけどね。なんででしょうね。これ試してみます。行けそうですね。そうですね、ここまだ多分駅工事でしょうね、これ15号線の駅の。もう地下鉄は開通して駅も使われてますけど、周りはまだなんか工事しますね。これがグベルですけども、この前が原案ルーですね。この右に見える光ってるビルが上海マートのビルですね。この辺全部工事中ですよね。ああそうですね、ここが本橋いろんな駅ですね。ここで降りたことないですけど、このまま乗っていけばローシャンガンルーの駅に行けます。まあちょっと一駅なんで、せっかくな景色撮るんで、まあ私は自転車で行きますけど、すぐですねこれ。歩いてもまあそんな時間かかんないですけど、工事中。すごい、ここも巨大な交差点ですね。道がホンチャオルーか、あれか、ホンチャオルーと延安ルート、ウーベルート交差点ですね。今日何日でしたっけ。4月の多分最終日かなこれと思うんですけど、
この信号は渡っときたいですね、これ。最近バス全然乗らないですね。上海来た頃は割とバス乗ってたんですけどね、まあ、決まった路線知ってるとこだけですけど、今もうタクシーも近い距離だともう自転車ですからね、あんまり乗らなくなりましたね。ここがシェンシャールーですね。シャールもなんか人いっぱいですよね、これ。本当なんか繁華街って感じのとこですね。歓楽街か、繁華街じゃなくて歓楽街って感じですよね。グーグルこんな感じです。まだこの時間地下鉄混んでそうですけどね。まあ地下鉄で行きましょう。すごいガタガタですね。ここもなんか工事してますね。ウェブ一帯なんか全部工事してます。向こうの建物も全部壊されてますもんね。電動バイクの人みんな信号全然守らないですね。この辺も工事して、じゃあこれマンションですね。道とかも工事だらけで、なんか昔の上海に戻ったみたいですね。万博の前ぐらいの工事だらけのこんな感じでしたね。どこ行っても万博前に、2010年前ですね。上海万博が2010年だったんで、急ぎで地下鉄とかどんどん整備されて、ここが守った色ですね。こっから先の前にもこれ昼間撮影したけど、ここももう全部店なくなってますよね。昔なんかこの辺にいっぱい店あったんですけどね。この前が天シャンルーですね。テンシャンルー越えたところも工事してますよね。こっちでいいのかな。人がいっぱい。
もう全部店とかないですもんね。ここ昔何があったのかな、もう忘れましたね。ちょっとじゃあローシャンガンルーのとローシャンガンルーの方行ってみましょう。これテンシャンルーですね。あーめっちゃ揺れる。なんか歌歌ってるんですかねこれ。音うるさいですね。まあこの人のなんていうか多さというか、完全にアフターコロナになってますね。特にワクチン打ってから特にそうですね。もう怖がることがなくなったというか。ちょうどパープソンのところですね。ここで私降りないと、ここも駅ですもんね。ということで、ここでじゃあ終わります。シェシェダジャー、ザイチェン。